ああ、マイクオフなった。マイクオフなってた。ありでもいいと思う。わかった。ミュートラジオみたいになった。マイクもオフやし、コメント読み上げもオフってたわ。つばきおはよう。全然呼んでもらえないんだけど、僕。それぞれ。あれがインパクトがかけない方が。ツイキャス全然コメント読んでもらえなかったわ。1200人も来てたぞ、今のお姉ちゃん。何ツイキャスで1200人ってどういうこと？ツイキャスなんかマックス3人とかやねんけど。ツイキャスって何？マックス3人でレベル18まで来た方がすごいだろ。言うとくけど。言うときますけど。ねえ。赤い黒金玉。よう覚えてんな、人の金玉の色まで。ああ。死にたい。死にたい。死にたいわー。死にたいわー。もう死にたい。死にたい。火薬だるいわく、俺は1000人集めるって言ってたぞ。マジで？じゃあ、なんとか証券のあの、電話、営業の電話してくるやつが、毎日電話してくるのもめんどくさいね、もう。もう今買いですから、今買いですからって。いや、もうそんな今までずっと味わってきたから。去年の今頃まだ、もうほんまに、去年の今頃じゃない？これ、裁判所から来てたりとかしたのも。もうあれがもうギリギリいっぱいいっぱいやったのよ。ああ、もうあかん、死ぬ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 って思いながらね。そこをすり抜けてやっとここまで来たのに。もう人生なんて上向きなんてなったことないわ。ああ、もう死にたいよ。しゅんちゃん、ランドセルさん人間なかなか死なないもんだな。死なないもんなのよ、ほんとに。ああ、どうしたらいいのかね。バブリーではないよ、別に。何ない、ふかしてただけで、ね。ちょっと、ちょもってただけで。ちょもってたら、あんなもん、金使い荒なって、ね。やってたら、もう、すぐなくなったわ、金。はぁ。はぁ。アルバート・オブ・インパクト産競馬や宝くじより確実に増やしたるって言ってるのに W。どうしたらええんかな。どうしたらええんかな。どうしたらええんかな。そう、どうしたらええんかな。ちょっとパンツ売りの少女を探してるよ、ちゃんとみんな。100万もないです。100万もないです。どっかにおらんかな、ちょまじ。パンツが欲しいというか、配信ネタが欲しいな。切実やな。切実やな。昨日のこの辺の枠もどうでもええやの、何？枠全部上げといたろうか、ほんま。
事務所でずーっと一人でチン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 って上げてた枠とか全部上げといたろか。これ題名どうしたらいいんやろ。これ題名つけにくいわ、こんなもん。撮影終了後雑談枠みたいな。全部そうやないか。全部その題名になってまうわ。題名つける、考える方がめんどくさいわ。それで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな。何本撮ったんか知らんけど、昨日ようけ撮っとんな、ほんで。これ消したのも入れてこんだけだろ。あれなんなんやろ、ほんまに。あれ、紹介屋でもなさそうやしな。なんなんや。わかんないです。さすがに個人には紹介屋なんやろなと思うけど、法人ネタでそれはちょっと想像がつかないわ。はぁ。あと30分以内に出かけるネタ考えやんかったらもう、あれよ、今日なくなっちゃうよ。あかん。あかん。完全にネタ切れや、あかん。ちょ、マジで。あかんって。あかんって。こんなことしてたあかんって。ちょ、パンツ売りの女、めっかれへんねんけど、どうしたいの。じゃあもうあかん。はあ。ああ、何してんねやろ。今日バレンタインっすよ、君たちね。君たち、バレンタインデーですよ、今日。何してんの？あ、最低や、もうこんな人生で、もう何、ほんまに後半の人生ボロボロやねんけど。後半の人生ボロボロだわ。こんな人生やったかな、俺の人生って。もうちょっとこましやった気がすんねんけど。もうちょっとコマーシャルやった気がするんですけど。昨日のあの何あれやな、あの昨日の夜事務所で配信してた時間が多分人生マックスやな、ここ最近で。ハート花火ももらえたしね、うん、なんかアイテムも山ほどもらえてるし、うん、昨日人生でマックスやったんちゃう、これマジで。はぁ、あ。なんで俺こんな不幸なんやろ。いつから？あれ、いつから不幸になったん、こんなに。去年の夏頃調子良かったよね。去年1年間で2500万も使うからこんなことなんの。去年3000万ぐらい使ってるかもしれんの、でも。マジで。わからんわ。去年の金遣いが荒すぎたんやな、これ。たたっとんな。わあ、3000万も掴めたら、もっとお姉ちゃんたちに金払おうって、お姉ちゃんたちと、なんていうの、そういうのを配信すればよかった。大失敗やん、こんな。何これ、ダウンロードできひんねんけど、なんで？
ダウンロード準備中ですって途中まで行くのに何回もゼロなんねんけど、これなんなん、どうした、なんでこんなエラーが起こってんの、どうしたどうした、ふわっち重たい、もしかして今いや、もう絶対無理。絶対無理やし。100% 無理やし、そんなん。ない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 。それはない。無理無理無理。あんな無駄やん。あれ2万払うんやったら、あっち行くわ。難波中行くわ。難波中のホテル行くわ。あ、もう全部結果出たかな。結果出たかな。あ、あと一件だけや。はぁ、あ。はぁ、あ。ダウンロードできへんねんけど、なんでこれ。60% までダウンロードってなったら、急にゼロってなって、ギューンって戻んねんけど。ギューンギューンって。なんなんこれもう。ふわっち不安定すぎるやろ。じゃあ。で、なんで仮想通貨上がっとんの、あんま死ねん、お前。人類滅亡せえやよ。もうみんな死んだらええねん、お前。あっちゃ、死ね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 、みんな死ね。みんな死ね。お前ら全員死ね。お前ら全員皆殺し。ほんまにみんな死んだよ。死んでしまえ。いらんわ、そんな。嫁のパンツとか。じゃあ、前の嫁のパンツとかやったら、めっちゃ興奮できたけど、もう今の嫁のパンツとか絶対興奮せえへんしな。マジで。あー、大ちゃんさん、チョコです。ありがとうございます。じゃあ、マジで精神病行こうかな。ちょ、もうしんどいわ。精神病院行こうかな。マジでしんどなってきた。マジでしんどなってきた。しんどなってきたわ。はあ。ジュンさん、ランドセルさん、精神病配信でもええぞ。え？いや、もう普段が精神病配信でしょ、こんなの。ああ死にたい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 、ああ死にたいわ。あざす。あざす。ああ、死にたい。死にたいです。もう僕は死にたいです。もう僕は死にたいのです。もう長くは生きとうないのだ。なんで警察来んの？え、死にたいって言ったら警察来んの？なんなんそれ。死にたいって言っただけで警察呼ばれる意味がわかんないんだけど。死にたいとき死にたいって何が悪いんですか？だって死にたいんだもん。もう生きたくないんだもん。もう生きてるのが辛いんだもん。もう生きていきたくないんだもん。死にたいわ。マジで死にたいわ。もうダメだわ。死にたいわ。はぁ、死にたいねんだわ。
ああ、生きてる意味がないわ。生きてる意味を見出せないわ。ああ、手元に3000兆円ぐらいあったらな。アルバート・オブ・インパクトさん、なんで野郎にやける？え？なんでにやけんの？何にやけてんの？おかしくない？あなた。あー、持っていかれるのがほんまかって言ったら、ほんまか嘘かって言ったら、嘘ではないけど、ほんまでもないかな。そもそも学会って葬式あげないんですよ。学会員が勝手に、自分とこのお経を読むだけでね、葬式代わりにして、それを他の宗派とか、そんなとこにあげるぐらいだったら、自分らで持って帰るっていうぐらいの、そんな勢いですよ。学会って。怖いでしょ。怖いのよ、学会。死にたい。死にたい。死にたい。もう死にたい。あー、10個万歳！万歳！ありがとうございます。10個ありがとうございます。ありがとうございます。死にたい僕にアイテムありがとうございます。つうかこれなんでダウンロードできへんの動画。どういうことこれ。なんなんクソフワッチ。家族葬扱い、そういう言い方をするけど、ほんまの家族葬って、お坊さんは別で呼ぶじゃないですか。で、参列するのが家族だけの家族葬っていうじゃないですか。そのお坊さんすら呼ばないからね。恐ろしいでしょ、学会って。もう、他の下界、なんていうの、外の会、ね、外の会って下界に金を恵むぐらいなら、なんか全部自分で使ってしまい、あー、大ちゃんさん、チョコあれっす！特命さんもチョコあれっす！死にたい。死にたいよ。死にたい、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 死にたいわ。ちょ、マジで死にたいわ。もう今すぐ死にたいわ。もうなんかもう頭の上から8センチほどぐらいのなんか、熱のなんか塊落ちてけえへんかな。すいません。はい、すいません。はよ死ねって言われたら死なないんだもんだって。死にたいのは山々ですよ。死なないんだから困ってんじゃない。全然死なないのよ。どういうこと？やめて。やめて。ほら、やっぱりこのね、昨日の、配信履歴のね、この、8時40分配信の動画ダウンロードできないのよ、なんで？別にバンでもなんでもないのに。配信履歴消していきたいのに。はぁ、あ。人生面白いこと何一つないわ。去年の11月ぐらいがピークやったな。去年の11月ぐらいが僕の人生ピークやったわ。そんなこと言ってると座談会連れて行かされるのは嫌です。問題がある映像がブロックされてる。そうなの？そんな時こそ、大目。南妙法蓮鎮、南妙法蓮頓、南妙法蓮丹。
いつか俺、ほんまに連れて行かれそう。その辺の、会館、文化会館に。おもろい、こんなん見て。僕見てて、多分自分で配信しながら自分見えてるけど、何も思んないけど。全然思んないけど。何にも思んないんですけど、僕。これ、一回8時40分の枠、あれするわ、今、今のね、非公開になってるけど、これ一回一瞬公開に変えるわ。公開に変えて、ほな、これダウンロードできる？マジでか。あ、なんか知らんけど、再生されへんな、この枠。うわ、ふわっち怖っ。こんなんやったら何？ふわっちで録画したやつ、あかんわ。やっぱダウンロードできへんわ。ふわっちで録画したから安心やとか思ったらあかんな。録画したやつはすぐに、見直さんと。これダウンロードできないんだけど。まあ、1個ぐらいで別にダウンロードせんでもいいっちゃええけどさ。じゃあ次のやつでもダウンロードしとこうかな。僕がね、そんなデリ呼ばんと配信もせえへんとですよ。ずーっとなんか、大吉の、何？人間革命読んでたら、おもんないでしょ？ねえ。大吉が書いた人間革命なんか僕がじーっと読んでる枠なんてあなたたち面白くないでしょ？どっちか言ったらデリヘル読んで、ね、うひょーあひょー言うてる方の方があなたたち面白いんでしょ？ねえ。ほんで、あとその後終わってからどんな子やったって、その感想を僕が述べる方が面白いんでしょ？で、レック通おうかな、マジで。レックの行政書士か宅建講座通おうかな、マジで。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 ああ、死にたい。ちょ、ほんまに死にたいわ。21時10分、21時10分。飯馬みたい。見せたくない。線香を焚きながらカラフルな旗あげてデリ呼んだらいいよ。何それ？何それ？もうデリ部屋借りに行こうかな、デリ部屋。谷急にデリ部屋作ろうかな。最近の子頭弱いから簡単に引っかかる。マジっすか？介護系とかド M 多いからやり放題。マジで？介護の学校通おうかな。介護の学校通おうかな。ヘルパーに行くよ、取りに行こうかな。初任者研修、こう、なんか、研修みたいな。受けに行こうかな。ははん。う。あ、これさっきダウンロードできへんかったやつやんけ。この動画だけ潰れとんな。8時40分動画は潰れとんな。
ああ、もう死にたいわー。昨日買うたカメラ体中につけてどっか外で録画して、それ楽しもうか。それつけて、メイド喫茶行こうか。で、自分だけで動画楽しもうかな。うひょーとか言いながら。映ってるーとか言って。あんだけ小型かな、赤外線カメラが作れんねんから、靴の上に乗っかるね、なんていうの？やつとか作れんじゃん。いや、看護師やからとかそんなんじゃなくて、女全部エロいから、君たち勘違いしてる。何が？いや、あなたたちに見せなかったらいいじゃない、別に。まあ、それまでに見つかっても捕まるけど。捕まるけど、ね。いや、個人で楽しむもんです言うても、捕まるっちゃ捕まるけど、どうしようかな。もう、なんなら捕まりたいんだけど、僕捕まりたいんだけども、もう、捕まりたい。捕まりたい。捕まって刑務所行かして、もう。もう嫌だ。もうこんな世界に興味ない。だってメンヘラばっかりじゃない。だから看護婦と風俗嬢ってそない変わらんからね。看護婦っていうか看護師ね。あ、看護師っていうか、何やったっけ？何ヘルパーの人ら。介護士。介護士と風俗嬢変わらんから、マジで。マジ変わらんから。21時40分。これは今アップしたよな。俺、ちょっとまあ、刑務所行ってこうかな。資格なくなるけど。資格なくなったら仕事なくなるけど。だってもう仕事なくなったら、資格なくなったら仕事せんでいいやん。マジ、ええこと思ってた。それ、俺逮捕されたらええんちゃう。俺、懲役行ったら資格なくなるから仕事なくなるんちゃう。匿名さんです。なんかやんの？マジで？なんかって何？今 YouTube アップしてるからちょっと忙しいねんけど。所長の愛人とか、ああ。